ベル・クラゾでございます。今回はここだったら地の利を生かせるんじゃないかと、そういう考えでございます。ござるよ、キャラクターがおかしい、キャラクターってなんだおかしいでござるよ、ニンニン。そんなわけで分身の術、鎖飾り、それでうるさいなクランクロンクランクロンどこの忍びの斧だ歌うんじゃない、すいません本当にね、土地狂った者がこの戦場に何人か迷いておるようじゃからね。ちょっとドイツだ口を封しておいたわ、行動開始だ。奇技口封じの術じゃ。なぜ後ろに生まれておるじゃないか。血のりがあるんだよこちらに。おいが、隠れ身の術、あそこのシルケンを回収して隠れ身の術じゃ。こういうことだ、これが隠れ身の術の技だ、真骨頂図だ。あらば、何が起きとったんじゃここ何が起きとったんじゃこれ筋詰め状態とはこういうことじゃの。敵のサントコンを発見、まだおるじゃ、まだおったようじゃの。次々やってくるじゃないか、カダビラなんていらんかったわこんなもん出すから悪いんじゃん、あれここにおるのが。敵のサントコンを発見、こちらか、まずあと一発しかない。敵のサントコンを発見、いや待て、危ないな、危ない、こういうところを確実に上げていかんといかん、分身の術じゃ。ちょっと待て、ただの分身、よしよし、いい子だ分身、いい子だ、ここ隠れ身の術じゃ、確保しよう、通路を確保するぞ、渡っていくぞ。このままでは負けてしまう、気持ちには勝っておるわ気持ちうわー、そこで負けるのはどういうことじゃ。危ないの、危ないって、めくらましの術じゃ。今のうちじゃ、危ないな、危ないな、ちょっと、なんだ、何が起きたそこにおるのか、敵のサントコンを発見、うえし、よし、敵のサントコンを発見、かあ敵のヘリパイロン、ガン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 、このままじゃ、このままじゃまずい、
おい元気いいな。逃げられやしないよ。鎖片びらだぞ。うえ何が鎖片びらここに出してやろう。急いで家の中に入るんじゃ。まずいぞ。またか外にお前分身の術じゃ。よし目くらましの術じゃ。まだいける。分身の術頼んだ。よしいいぞいいぞ。なんだって。待て まだやれる、まだやれる。マニアックを展開。マニアック、マニアックか、マニアックか。もう少し私に楽しませてくれないか。1位の方よ。もう少し私を楽しませてくれないか。もうちょっと余裕あるだろう。ちょっと走るんじゃない。あもう途中から忍者の術なんて忘れとったわ。頭に油揚げを乗せた女が殺されたようじゃの。しかし今回いろんな術が出たんじゃなかろうか。少しだけまた胸を張ってふるさとへ帰りたいと思うでござるよ。にんにんチャンネル登録は PC からはこの左のアイコンからどうぞ。そしてスマホなど携帯からは下の方にある登録からどうぞ。よろしくお願いします。